何が危険か突き止めたようね。まだまだ続くよ。ベイマックスザシリーズ、ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー。おお、これ落ちないんだから。人とドラゴンとの平和な日々に新たな戦いが。もうお前のドラゴンではない。ユース、よせ。僕は諦めないよ。固い友情と家族の絆で。あれ、あなたのお母さん？大切な友達を取り戻せ。これが僕らとドラゴンたちとの信頼関係だ。ピックとドラゴン2、6月4日金曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。秘密の塔に暮らす。ここも結構いいところじゃない。長い髪の少女。空の光を見に行きたいの。ラプンツェル、外に出たいっていうの？外の世界を知らないまま。あれが何なのかどうしても知りたいの。でも運命の出会いが。いいよ、分かった、見に連れてってやる。本当の自分を知る第一歩に。行くわよ。しかし、塔の外に出たいなんてもう言わないで。いやよ、私はどうしてもあの光を見たいの。行く手を阻む闇の力。外は闇に包まれてる。消えたプリンセスとラプンツェルの秘密とは。お願い、どうか怖がらないでね。塔の上のラプンツェル、6月5日土曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。そこはモンスター専用の一流ホテル。オーナーのドラキュラは出張中。娘のメイビス、パパの代わりに張り切って。ルームキーです。てんやわんや。友達のウェンディ、ペドロ、ハンクも手伝い。余計てんやわんや。大失敗だな。きちんとホテルを守れるの？楽勝だ、ブラブラブラッド。モンスターホテルザシリーズ新エピソード、日曜日昼2時、ディズニーチャンネル。ぶっ飛びカンフー炸裂。ほっそりパンダのポーは伝説のヒーロー。ぶっ飛びの竜の戦士にお任せですよ。皆の者一律く、最強の仲間たちと共に。いや、一歩も引く気はない。お前は引っ込んでる。その拳で、あ、その腹で。ボケバラだよ。覚悟しろ。悪い奴らを5連ポンド。いや、カンフーパンダのシリーズ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ベイマックスザシリーズ、ディズニーチャンネル。これ開発してたの？殺人ロボットを終了して、コマンドを認証。セキュリティシステムをアップグレードしてた。本当に？ええ、サンフランス東京では